武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学医学部の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、理科2科目で120分に対して大問が3題出題されており、まあ、一個一個の大問は割と長めですね。設問自体の長さが。で、ただ一気に結構バーって聞いてくるような形式なので、要はその、なんていうか、まとめて一気にその、下手すると失点するので、まあ、大問の中の流れでちゃんと、抑えて、その、トータルで正解できるようにしていくということで、まあ、分野ごとに、なんていうか、問題集とかだと、その、一個一個のその、設問っていうのは、そんなに広い範囲を聞いてこないとは思うんですけど、ここの問題だと、結構その、複数の問題をまとめて出してくるような、一つの大問に対してですね、形式なので、まあ、その、一気にその分野ごとにこう通してやるような練習をしておいた方がいいかと思います。また設問の注意点としては、有効数字何桁でっていうのが設問ごとに違ったりするので、まあそこで引っかからないように気をつけましょう。で、問題は、答えを書くだけのものと、まあ計算過程も全部書くものも出てきており、で計算は割と結構面倒なものも出てたりしますので、まあスピードがかなり重視になるかとは思います。で、問題の難易度そのものはマーチレベルが中心ですが、一部、難しい問題、が、出てます。で、まあ、それを完璧に解き切るってことを考えれば、総計レベルも手を出しておいた方がいいかなとは思うんですが、ただ結局は難易度の大半を占め、出てる問題の大半を占めてるのは難易度が高いものではなくてですね、標準問題中心なので、まあ、マーチレベルの参考書を確実に仕上げるというところで、しっかりやっておくといいかとは思います。以上が科学の勉強となります。